梅雨の時期にどんなことに気をつければ三味線が快適に演奏できるでしょうか。こんにちは、時松さようです。梅雨の季節になりました。梅雨というのは三味線には少し厳しい条件の季節でございますね。梅雨の時期にどんなことに気をつければ三味線が快適に演奏できるでしょうか。私が普段していることを今日は撮影していただいております。はい、まずですね、最初にそもそも湿気の影響を受けない場所に収納する、これを心がけています。例えばですね、窓の近くを避ける、それから押し入れの中には置かない、湿気の多い場所には置かないようにまず気をつけています。その上で楽器を湿気から守る方策をとっております。例えばですね、霧の胴板をつけて保管します。これ湿気を調整する役割がありますね。和紙の袋の中に入れます。はい、この和紙の袋も湿気を調整する役割がありますね。私はその上に湿気ではなく、水がかからないようにビニールを使っています。これは除湿剤です。除湿剤をこの私とビニールの間に入れてから保管をしております。このようにして湿気をなるべく防いで楽器を快適に演奏できるように注意を心がけておりますよ。三味線のメール通信の読者様からいただいたご質問にはこのような形で動画ですとかブログなどでお答えをしております。あなたが三味線を弾くのに役立つ情報は三味線メール通信でお届けしております。ぜひご購読くださいませ。そして直接三味線をお稽古されたい場合はぜひお稽古場にもいらしてください。お目にかかるのを楽しみにしております。時松さようでございました。